皆さん、おはよう、こんにちは。第の脈は、ケンタです。アイスランドいろいろパート2いきます。ストックックスネス。これ、馬とかいろいろ、ホースと戯れる場所、農場いいですね。はい。絶景ですね。はい、ドライブに最適。セイジスフィオルズル。これ、フィオルドとアートの街です。アートの街もいい場所ですね。はい。あとは、セイジスフィオルズル。これも、レストランもあって、ホテル、満載、いい場所。いい街ですね。はい。あとは、足元ご注意の、デティフォース、これ、SF 映画のようなこういう滝ですね。絶景です。はい、いい場所です。はい。クラプラシャワー、これ、世界一不思議なシャワーでございます。これ、トイレの代わりに洗面台になってた。いやー、びっくりですね。はい。クウェウィル、これ、高温注意の場所でございます。これ、気をつけてください。ビーバトンネイチャーバス、これね、海みたいな、温泉ですね。はい。これ、プール、いいですね。はい。ネイチャーバスも入りたいですね。混んでないし、冬の絶景オーロラスポットにいいです。はい。以上です。まあ、カフェ、ショップあるので、ぜひ来てみてはいかがですか。バイバイ。